アイテル・フリードリヒ・本ン・プロイセンは、プロイセン王国の王族、軍人。陸軍少将,将、プールルメリット勲章受勲者。全名は、ビルヘルム・アイテル・フリードリヒ・クリスティアン・カールで、家族からは、アイテル・フリッツと呼ばれた。ビルヘルム2世の次男。アイテル・フリードリヒは1883年7月7日、ビルヘルム2世とその日であった。 シュレースビヒ・ホルシュタイン公フリードリヒ8世の娘、アウグステ・ビクトリアの間に第二子としてポツダムのダリシミア殿で生まれた。1906年2月27日にオルデンブルク大公フリードリヒ・アウグストの娘、ゾフィー・シャルロッテと結婚した。しかし、彼女との間に子供は生まれず、また1926年に二人は離婚した。 1914年の第一次世界大戦開戦時、アイテルフリードリヒは、第一この F 評連隊の司令に任じられていた。敗戦後は、父ビルヘルム2世や、兄ビルヘルムがオランダへ亡命した後もドイツに残った。バイマル共和聖火では、鉄カブトやゼンパータリスバンドといった、大役軍人会で活発に活動し、訂正復興を求めるバンドで会うフレッシュ展にも参加した。 しかしこれらの組織が国民社会主義的色彩を強めていくと彼は距離を置くようになった。アイテルフリードリヒは1942年12月8日にポツダムで死去した。アドルフ・ヒトラーは葬儀への軍人の参加を認めなかったためかつての戦友たちは私服で参列しなければならなかった。墓所は算数支給殿内のアンティークテンプルにある。 ありがとうございます。